こんにちは。今日はですね、今、ダージャンに来てます。で、実はですね、昨日も来たんですけど、来た途端にゲリラ豪雨に遭われまして、乗れる状況じゃなくなったんで、一旦撤収して、今日改めて来ました。で、なんとか今日天気回復して、路面も、乗れる状態に直して、今からダッシュアップしていきたいと思います。で、なんで来たかっていうのは、この後に、昨日のオープンにとつながるんで、そちらを見てください。では。こんにちは、グランピー清水です。ですね、最近、この間別の動画でコメントです。最近マウンテンの動画を見ないって、コメントいただきまして、確かにそうだなと思いまして、今日はですね、動画を撮りに来ました、マウンテンバイクの。で、今日はですね、ダートジャンプで、最近僕もずっとダートジャンプメインで走っててですね、で、最近、ウィップって言うんですけど、ウィップ知ってます？皆さん、自転車の後ろがビュッとこう後ろに来てまた戻るみたいな、クランクワークスとかああいう大会でもビップオフっていう大会があるぐらいのこう、ちょっとした技なんですけど、それちょっと練習してるんですけど、なかなかですね思ったように入らないで、ずっとその練習をしてます。で、今日もその練習をしに来ました。で、ちょっと梅雨明けたか、雨の晴れ間があったんで今日来てみました。でですね、その皆さん技いろいろやりたいと思うんですけど、実際自分が思ってるほど入ってないです。僕も正直入ってないです。たまに自分で動画撮るんですけど、これは決まったかなと思ったら全然入ってないとか結構あるんで、皆さんこう撮ってもらうなり自分でセットして撮るなりして見ていただければ、さらなる高みというか練習というか上手になるっていくと思いますんで、自撮りなり撮ってもらうなりしてみてもらうといいと思います。今日は僕がどこまでウィップが入るようになるのか試していきたいと思います。はい、ちょっと自転車の紹介をしておきたいと思います。今僕が乗ってるダートジャンプのバイクはですね、トニックファブリケーションというアメリカの、ポートランドでしたの、ハンドメイドのブランドがあるんですけど、そこのフレームになります。で、今はマウンテンバイクのフレーム作ってるかどうかわかんないですけど、またオーダーすれば買えると思うんですけど、これはですね、もう多分10年ぐらい前のフレームになります。当時はまだ吊るしのものが売ってあったんで、それを買ってます。今頼むと結構な金額になると思います。当時で10万円ぐらいだったんですけど、今頼むと怖いですね。はい。で、基本ダートジャンプバイクなんで、ホイールサイズは26インチです。で、アブアのプロファイルレーシングっていうやつを使ってます。ダートジャンプといえばこれっていうふうな僕は思ってるんで、プロファイルレーシングです。後ろは204のっていう、なかなかの爆音にするハブです。はい。で、サスペンションはですね、これももう10年ぐらい使ってる、ロックショックスの、もうモデル名も忘れちゃいましたけど、100ミリストロークのものですね。で、若干ですね、もう限界なのかなと、この間、ホイールセンター合わせたんですけど、どうもセンターが出てないんで、ということは、そろそろやばいのかなというふうに思ってます。そろそろ変えたいですね。でも、ヘッドがオーバーサイズなんで、最近のが使えないというちょっとジレンマに陥ってます。で、たけちゃんにですね、ヘッドチューブを付け替えてくれってお願いしてるんですけど、なかなかこう、心よい首を縦に振ってくれないという状況になってます。はい。で、このフレームがもともとフォークロスのレース用のフレーム。なりまして、ギアード専用です。なので、リバースコンポーネンツ の, シングルスピードのテンショナーをつけてやってます。これ最初つけるときちょっと不安だったんですけど、今のところ全く問題なく使えてます。全然いけます。これでフルサスとかでこれをシングルスピードにしてる人もいるんで、全然問題なくいけてるんで、ギアードのフレームをシングルスピードにした人はぜひ使ってみてください。はい。で、タイヤがですね、さっき言ってないですよね、確かビリーボンカーっていうシュワルベのダートジャンプ向けのタイヤになります。はい。これすごく調子良くてですね、最近お気に入りです。一つ難点というか、僕の好きじゃないポイントはですね、太さが 2.1 しかありません。 2.2 ぐらいが僕欲しいんですけど、2.1 しかなくて、もうちょい太いのがあれば最高だなという感じです。路面も傷めないし、転がり軽いし、割とそこそこグリップもしてくれるので、結構お気に入りです。はい、こんなとこですかね。はい、紹介でした。トニックの
フレームです。はい、というわけで今日またダージャンに来てます。で、今さっきですね機材紹介したんですけど、昨日帰ってから変えた部分がありまして、実はあのクランクを変えてます。もともとクランク変えようと思ったんですけど、あのなかなかタイミング悪くて変えれなくて、ちょっと時間できたんで昨日変えました。で、なんで変えたかというとですね、あの元々ついてたのが 175mm 長いクランクだったんですけど、ずっと 170mm にしたくて、持ってた 170mm のクランクを入れました。はい、そんな感じですね。それではちょっと練習をしていきたいと思います。今のはどうだったんですか？ちょっとあんまり飛びすぎましたちょっとやっぱり雨降ってるんで地面が重いっすね、若干。今最後できてましたよ。できてました。いや、あれちょっとバランス崩してるんですよ。あ、いた。今できてましたよ。入ってますか？うん。もっと入れたいんですよ。だいぶ。なんか早い、うん、なんかこう動画見るとギュッって感じで、うん、終わってるんで、うん、もうちょっと早を戻したいってことですか？いや、もうちょっと保持したい。ああ、なるほど。いじってやって戻すみたいな。角度は30度、40度ぐらいいっとったかもしれないです。真横ぐらいいきたいですよ真横かマイナスかぐらいの。体をこうひねればもっと入るんでしょうけど、戻れない気がして。そうですね。なかなか上手い人が教えてほしいですね。良かったんじゃないですかね。また全然入った気がしない。多分ちょっと要求するレベルが。なんかもうちょっとこうブイーンと入りたい。もう一回行きます。はい。だいぶ体力も限界に来まして、そろそろやめとかないとやばいかなっていう感じになってきてですね、まあ、いろいろちょっと今日も練習したんですけど、やっぱりですねこう自分が思ったほど入らないというんで、まあ、地道にもうちょっとこまごま地道に練習をしていかないといけないかなと思います。こうしたらいいんじゃないかなとは思うのはあるんですけど、なかなかこう体が動いてくれないっていうのもありますんで、僕から見たら十分な気がするんですけど、はい、ですか。自分もうちょっと入ってるイメージだったんで、真横向きたい、ね、真横向きたいですね、はい、なんで、もうちょっと地道に練習をしていこうかなと。あとはまあ高さも必要そうなんで、
上に飛べるようにっていう練習も含めてやっていこうかなと思います。うん、今日僕の飛んでる動画見て、こうこうしたらいいんじゃないっていうのあれば、コメントいただければアドバイスを上手な人ください。では、ありがとうございました。